兵庫県の元西播磨県民局長の男性が知事や幹部職員を批判する文書を配布した問題で、この男性が死亡していたことが関係者への取材で分かりました。関係者によりますと、昨夜男性の親族から行方が分からないと警察に届け出があり、警察が捜索したところ、今日姫路市内の民家で亡くなっているのが見つかったということです。自殺とみられています。この問題は、元西播磨県民局長の男性が知事のパワハラ疑惑などを訴える文書を作成し配布したとして、停職3ヶ月の懲戒処分となったもので、事実関係を明らかにするため、地方自治法に基づく百条委員会が設置されています。百条委員会では、今月19日に開かれる3回目の会合で、男性の証人尋問が予定されていました。委員会の奥谷委員長は、事実関係の確認が取れていないとした上で、今日午後、報道陣の取材に応じました。仮にこれが事実であった場合、本当に痛恨の極みであります。元県民局長の証言が重要な証言であったということは間違いありませんが、他の第三者またその他の物証等々でも立証できるようなことはある可能性もありますので、今後も我々特別調査委員会として最大限の努力をして真相解明に当たっていければと。議会事務局によりますと、男性はこれまで百条委員会に出頭する意向を示していて、昨日午前10時ごろには提出を求められた資料を事務局にメールで送付していたということです。元局長が亡くなられたことについて大変心からショックを受けています。百条委員会に19日に証人として出廷されるということですから、心理的なご負担というものはあったというふうに推察します。先日議会から申し出がありました通り、百条委員会に対応される職員への心のメンタルケアについては対応させていただく準備をさせていただいてたところでしたので、このようなタイミングでお亡くなりになられたということは、大変残念ですし、心から、お悔やみを改めて申し上げたいと思っています。